皆様お疲れ様でございます。急増と申します。ファミコン探偵クラブ消えた後継者実況プレイ、今日はですね11章からになるはずなんですが、続きをやっていきたいと思います。さあ、10章のですね終わる直前でやめていますので、続きをやっていきます。あらすじ、いいえ、そうなんですよ。これね、だいたい1ヶ月ぶりぐらいなんですよね、僕。さあ、推理しましょう。そうか。わかったぞ。後継者の印は、多分、怪しろ家の中にあるんだ。そして、そう、この鍵がね、人形の中に入っていたと。その場所というのは、あそこしかない。どうぞ。あの土蔵の中が謎でしたもんね。さあ、11章消えた後継者でございます。さあ、土蔵に入ることでいろいろなものが回収されるのか。母さんは僕に残してくれたもの、それはきっと、それはきっとこの屋敷の中にあるはずだ。後継者の証を息子である僕に渡すっていうことかな。さあ、善蔵さん。善蔵さん、どうされました？ささ、とりあえず中へ。善蔵さんとこの僕は、まあ面識はないんでしょうね、赤ちゃんっていう。調査の状況はあくまで探偵としての身分のつながりですよね。それがまだ本人に会うことはできていなくて、それよりも今すぐ確かめたいことがあるんです。何でございましょう。何なりとお申し付けください。さて、これで聞くお守り、やはり何のことやら見当もつきません。知らないんだ。それが何なのかが分かったんです。母さんが、いや、ゆりさんが屋敷を出るとき、キクさんから母さんって言っちゃってる。それがお守り袋だったんです。なんと、お守り袋を。では、そのお守り袋が後継者の印だと。あ、お守り袋自体が後継者の印なの。違うんです。後継者の印は屋敷の中にあるはずです。ああ、そうですよね。でも後継者の証自体って何なんでしょうね、一体ね。何だろうな。鍵。後継者の印はこの鍵で開けることのできるとある場所にきっとあります。とある場所。私にはちょっと分かりかねますが、その鍵は一体。そっか、善蔵さんもこの鍵見たことないんですね。お守り袋の中にこれが入っていたんです。いや、長年お勤めの善蔵さんも知らないというわけなんですが、つまりゆり様のお子様を見つけられたと。詳しい事情は後で説明します。今は後継者の印が本当にあるのかを確かめましょう。いやー、しかしその鍵はどの扉のものなんでしょう。後継者の印はどこに。その場所というのはあそこの中にあるんです。ほにゃらららららの中にあるんです。で、入力と、どーとで鶏肉って出る。どう、あ、すごいな。僕ね、モンハンやってるから、あの予測変換出ますね。まあどうでもいいか。あ、何でしたっけ。ドックじゃなくて、土蔵か。土蔵、土蔵、お、これですよね、土蔵って。これで OK、 これでいいですか、土蔵を。 OK。 それは土蔵の奥の扉の鍵なんですか。後継者の印はそこにあると。
おそらくあると思いますね。これ全蔵さんと一緒に行くのかな。きっとそうです。早速土蔵を開けてもらえますか。わかりました、参りましょう。参りましょう。うん、なんか一人で行くの怖いよ僕。さあ来ましたね。幹事さんがね、亡くなられていた場所でもありますが、さあ開ける時が来た。怪しい家の後継者の印が眠っているに違いない。いやーこれ緊張するね。どうしよう。使うってのは何か、開けるか。扉。この鍵で錠前を外せば簡単に開くはずだ。あ、どうしたらいいの？錠前。この鍵で開くはずだ。取る。あ、これ錠前を取ればいいのか。来た。紙を取り出し、錠前に差し込む。錠前差し込むと。この扉の鍵だったんだ。あ、いたいた。私はここで待っておる。待ってるの？くれぐれも気をつけてくださいませ。待ってるの？懐中電灯を用意しておりますのでお持ちください。ありがとうございます。いや一緒に行かないんだ。いやなんか嫌な予感しますよね。怖いな。開ける扉。前蔵さん、じゃあそこで待っていてください。謎を秘めたこの扉が今まさに開こうとしている。開こうとしている。ちょっと怖いですね。これ11章で最後なんですかね。おお、地下。土蔵内の操作説明。 A ボタンでコマンドメニュー表示、コマンドの決定。 B ボタンでコマンドメニューの非表示コマンドのキャンセル。移動はコマンドメニューの非表示の状態で行います。なるほど。 B ボタンで非表示にして移動すると。スティックの上下で前進交代、左右左右で振り向きます。もうスタートしてる。どうせの？あ、懐中電灯使いたいな。あ、しまった。思い出す。あ、そうだ。前蔵さんが懐中電灯貸してくれたんだ。早速つけなきゃ。つけましょう。なんか怖いな。そうか、これが今メニューが表示されている状態で、これを消します。あ、そういうことか。怖いなこれ。あ、うまっ。壁に描かれている絵が。思い出す。もしやこの手鏡にはこの中の地形が書かれているのでは。今馬がいるから、よし、この手鏡を見ながら進んでみよう。そうですよね。どうしたらいいの。紙切り。描かれている絵が。少し動いたような。もう一回。これ手鏡が表示されてるの見やすいな。でこう言ってウサギ行ってみる。
で、ここの辺がウサギのはず。ほら、あった。見る。壁に描かれている絵が。少し動いたような。やっぱり少し動いた。なんかのスイッチ？少し動いたような。これでもいいのか。で。馬ってさっき来たか。突き当たりで、よいしょ、こっちか。ニワトリ。お、来たよ、来たよ。壁が開いた。よし、入ってみよう。来たよ。神棚？壁の奥にこんな部屋が。怖い。善蔵さん？善蔵さん？善蔵さん呼ぼう。善蔵さん。声が届かないか。どうしようか。とりあえず調べる。あたり。部屋の隅に神棚が祀ってある。神棚が祀ってある。なんかでも真新しいのがいろいろ置いてある気がする。はてな、なんだろう。これは印鑑。三国志の玉璽みたいなもん。ね、入手すると配下の武将の忠誠度がめちゃくちゃ上がるやつ。まだ見てみましょうか。どこ？神棚。確かにすごいとこに神棚が置いてある。お札？触れない方がいいだろう。触れちゃダメか。もしかしてこれが取ると者の印なのか。よく見たら折りたたまれた紙が添えられている。折りたたまれた紙。お、この印を持つ者は綾代家の正当なる後継者とみなす。書かれている。この印を持つ者を綾代家の正当なる後継者とみなす。綾代徳兵衛でいいのかな。後継者の印というのはこれのことだったんだ。ああ、なるほどね。僕が上言で言っていたお守りっていう言葉にはこんな秘密があったのか。どうりで誰も知らないはずだ。ああ、じゃあもともとお守りって知ってたの？僕は今日までお守りの存在すら知らなかった。そうだよね。なになに、誰かいるじゃん。どうして上言でお守りなんて言うんだ。誰かいるよ。善蔵さんじゃないでしょ。やあ探偵くん、記憶が戻ったかい。なんでいるの？怖い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 。何？何？ああ。おもちさん。まさか。少し気づくのが遅かったようだね。
弁護士の神田だ。あの傷がある、引っかかれた傷、あずささんに。あ、弁護士バッジつけてるもんね。君にはアマチと言った方が分かりやすいかね。お前は名探偵君、どうやら君は私の計画のすべてを知ってしまったようだ。怪しい商品を乗っ取る計画ですね。その通り。しかし、せっかくだ。最初から話してあげよう。最初から話してあげようと。君だってすべての真実を知りたいだろう。自分自身に深く関わることなのだからね。すべての真実。このショーでやっぱり終わりっぽいですよね。遺言書を作る、そう言い出したのがキクにとって運の尽きさ。私はその日を待っていたんだからね。でもこうなるとやっぱりこの神田弁護士が犯人、アマチさんが犯人っていうことか。その時キクは殺人のヒントまで教えてくれたよ。一服つけなきゃ眠れないってな。怖いな、目が座ってる。あなたが過去に担当した事件の手口ですね。怖いなぁ、天地さん目が座ってるよ。ああ、神田弁護士か。ほうほう、そんなことまで調べていたのか。私の事務所に押しかけでもしたのかな。行きましたよ、もう。助手の玲子さんがね、すごくツンデレですけど。怪しろ家の奴らにはおあつらえ向きの方法だろ。あなたは仕事熱心で真摯な人だと秘書の方から聞きました。そうだよ、玲子さんからね。ああ、そうと、その通りだ。怪しろ家の連中の信頼を得るためにね。おかげで幹事も次郎も仕事のことで話があるといえばどこへでもすぐ来てくれたよ。なるほど。キクもアキラを使えば簡単だった。アキラは私の言うがままさ。目の前に餌をぶら下げるだけでな。やっぱ頭いいな、神田弁護士ね。怪しろ商事の社長にしてやると。そんな言葉を信じるとは本当にバカなやつだ。だからこそヤクザから金を借りるなんてことをしていたんだろうがね。借金の肩代わりを申し出ると喜んで菊のタバコ入れに生産タバコを忍ばせてくれたよ。ああ、そうなのね。アキラくんがやったのか。おまけに骨董泥棒などというケチな真似をしてくれたおかげで漢字殺しまで引っかぶってもらった。そのアキラが探偵がやってきたことで焦り出し、菊の死体を始末しなきゃまずいと言い出した。それで二人で墓を掘り返し、菊を海に捨てた。菊さんを海に。あ、そうか。菊さんの死体って見つかってないんですもんね。多くの人間に憎まれ続けた怪しろ家の当主だ。これくらいの罰は当然じゃないかね。駒としては都合の良かったアキラだが。だが。勝手に動く駒など必要ない。なるほど。だからアキラも殺したんですね。これも簡単だったよ。墓を元に戻しに行った時、後ろから火災しでガツン。火災しでガツンのこの顔、神田さんの顔。やつの指紋だらけの土蔵の鍵をいただいた。今頃墓石の下で社長になった夢でも見ているさ。おかげで次郎の時は一人でやるしかなくてね。首吊りに見せかけるのも一苦労だった。もともとアキラ君と二人でやる計画だったんだ。次郎さんも奴を運んでいる時、誰かに見つかりやしないかとヒヤヒヤしたものさ。村人に見つかったよね。アキラと会っていたところをあずさに見られたのは迂闊だった。
何か感づいたあずさは私をゆすろうとした。余計なことを考えなければよかったものは。あ、ここで引っかかれてんだ、あずささんの左手。おまけに禁煙中と、あのバカがこんな傷までつけやがって。まあいい、みっともなくもがく醜い死に様は怪しろの人間にふさわしいものだったよ。でもなんでこんな怪しろ家になんか怨念持ってるんだろうね。は君の話だ。同じく怪しろの血を引く君のね。あー、でも元々やっぱ知ってたんだね、いろいろ調べてね。これやばいじゃん。存在はユリを調べ始めてすぐに把握していたよ。私の罠にはまってお前はすぐ屋敷へやってきた。ご苦労なことさ。しばらく様子を見ようとしていたものをアキラのやつがお前を殺そうと崖へ呼び出した。よく死ななかったね。それを知った私がすぐに駆けつけてみるとお前は海に浮かんでいた。慌ててお前を海から引き上げ調べてみればお守りなんて持っていない。あ、ここでお守り回収しようとしたのかしらね。母親から託されたものだ。肌身離さず持っているものだと思ったが当てが外れた。なるほど。その代わりに火傷の跡は確かめたがね、お前は間違いなくユリの息子だった。はあ。その後息を吹き返したお前は幸か不幸か記憶を失っていた。なるほど、それがこのシーンか。だから全部がつながるね。芝居打たなきゃならなくなった。すっかり騙されてしまいましたよ。命の恩人とまで思っていたのに名演技でしたよ。でもあなたはボロを出した。ボロ出した。そうか、お前はお守りのことを知らなかったのか。うん、いや、もはやどうでもいいな。後継者の印は目の前にある。さて、おしゃべりはここまでだ。やばい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 。どうすんのこれ。俺は怪しい勝ったんだ。いや、びっくり。どうすんの、逃げ場所がない。貴様ら、おうおう、くそ、やばい。諦めるんだな。お、誰。お、誰。急展開。取り押さえられた神田は善蔵さんの通報で駆けつけた警官に引き落とされた。警察官。終わりか。あなたはもしや。まさか君が姉さんの。八塚町で出会ったとき気づいていれば。どういうこと。カズトさんですか。ああ、ここでカズトさん。そうだ、ずいぶん探したよ。もと子さんから姉さんの話を聞いたようだね。君に見せたいものがあるんだ。見せたいものがあると。姉から僕に宛てて送られてきた手紙だよ。手紙。そこには父さんの不幸が綴られていた。そして最後にこう書かれていた。なんだろう。でも私にはあの子がいるわ。二人で強く生きていきます。うん、だけどもし
私に何かあったら、何かあったら、その時はお願いカズト、あの子の力になってやってちょうだい。はあ、この手紙が僕が法律家を目指すきっかけとなった。ああ、そうなんだ。その手紙がきっかけなのか。他にも様々な思いがあって、僕は自分が歩むべき道を決めたんだ。自分が歩むべき道。この手紙が届いた時、すぐにでも姉さんのところへ行きたかった。ああ、でも同じ頃、僕の母が病に倒れ、僕が八塚町を訪れるまで5年もの月日が流れてしまった。5年。なるほどね。そこで初めてあの火事のことを沢子さんから聞いたんだ。法律家を目指す気持ちが変わらないものになったのもその時だ。なるほど、お手紙と火事がもう決定的になったと。君を捨て子として育てているという話を聞いた僕は沢子さんに全てを任せた。そして今年やっと念願の司法試験に受かった僕は、大きくなった君に会ってみようと八塚町へ行ったんだ。まだ合格されたばっかりなんだね、和人さんね。元子さんから君が孤児院を飛び出したことを聞いた僕は、何としても君を見つけようとしたんだが、何の手がかりもなかった。ところが先日、君が探偵として怪しろ家の調査をしていることを元子さんが知らせてくれたんだ。なるほどね。不審に思った僕は怪しろ家にやってきた。あ、カズトさん行ったんだ。そして土蔵の前で倒れていた善蔵さんを見つけ、慌てて中に入ったんだ。ほう、本当に危ないところだったね。あ、善蔵さんも神田弁護士に襲われてたんだね。お、君、その左胸は、さっき切られたところ。あ、シャツの左胸に穴が開いてる。そうか、カンナのナイフで。でも怪我も何も。あら、怪我してないの？うん、どうした？ああ、ポケットに入れてあった鍵の入っ、お守り。結構深くざっくり。ああ、なるほどね。お守りが命を守ってくれたんだ。今日から綾代家の後継者だ。立派に屋敷を継ぐことが姉さんのためだ。おい君、これは渡しちゃったよ。カズトさん、僕は綾代家の後継者じゃない。あら、どうした？遠山隆夫とユリの息子、それが僕なんです。急増急増。そっか、名字と名前一緒にしたんですもんね。前田前田みたいになってる。それに僕は自分にとってもっと大切なものを手に入れました。もっと大切なもの。失いかけていた過去と、この母さんの写真です。ねえ、記憶が戻ったのはね、よかったね。いやー、いい物語だなー。これでエンディング、これでスタッフロールか。いやー、すっごくいい物語でしたね。いや、全
く犯人分かんなかったですね。なんかいろいろ事件がこう起きてきましたけども、それを細かく一つずつ回収っていうよりは最後こうまとめてドッとこう回収したのにはすごくびっくりさせられましたね。いやー、でも天地さんがね、神田弁護士で最後こんな結末になるとは思ってなかったですね。で、一瞬僕綾代和人さんが天地さんとかいろいろ思っていたんですけども、綾代和人さんね、最後にひょいっと出てきましたね。いや、これはびっくりしたな、本当に。でも結局じゃあ後継者となる人はもう綾代和人さんに任せて、もう自分はもう普通の高校生っていう感じなんでしょうかね。まあ、気になるのは多分この後まだエンディングの後に何かエピソードというか出てくると思うんですけども、あゆみちゃんもなんかねほっぽらかしですし、どうなるんだろう、それがすごく気になるところなんですけど、もうすぐ終わる気がする。あ、電車乗ってる、綾代家に向かってんのかな。綾代家から事務所に戻ってるんだ。さあ、宇津木探偵事務所に帰ってきました。お帰りなさい。お帰りなさい。あ、これで終わりということか。あ、見てください見てください、音楽鑑賞っていうモードが増えてる。すごい、これでいろいろな音楽が自由に聴けるっていうことなんですね。で、一応あれですよね、特に一本道なのでいろいろなエンディングが用意されてるわけじゃないと思うので、これで正式にクリアだと思うんですよね。いや、今回ですね、長いことやらせていただきましたファミコン探偵クラブ消えた後継者実況プレイでございますが、この動画をもちまして、最後とさせていただければと思います。もう一つね、ファミコン探偵クラブ、後ろに立つ少女というのもありまして、これもまた引き続きですねやっていきたいなと思っておりますので、ぜひですね次回楽しみにしていただけますと幸いでございます。ということでございまして、今回の動画ファミコン探偵クラブ消えた後継者実況プレイ最後とさせていただければと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございます。さよなら。